この時間はゲストをお招きしています。本日東証マザーズに新規上場した日本リビング保証株式会社代表取締役社長足立義隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本リビング保証どのような会社なのか、早速事業内容からご紹介いただけますでしょうか。はい、私たちは住宅の保守保証トータルソリューション企業としまして、住まいに関するさまざまな事業を展開している企業でございます。まずは当社の3つの主力サービスについてご紹介させていただければと思います。1つ目のサービスは住設安心サポートという商品でございます。こちらのサービスは2009年の当社創業以来の主力商品でございまして、新築住宅購入者をメインターゲットとしました、良いものを長く使うということをコンセプトにした住宅設備の延長保証サービスになります。キッチン、トイレ、バス、給湯器、洗面化粧台といった新築住宅に設置されております設備機器を対象に、故障や不具合が発生した場合、無償で修理交換するサービスになります。でこちらのサービスにご加入いただきますと、通常1年から2年間のメーカー保証期間が終了した後もですね、最長10年間のメーカー保証と同等のサービスが受けられるというサービスになります。でメーカー保証が切れますとですね、全額自己負担となることを考えますと、加入のメリットは非常に高いものと考えておりまして、実際ですね、創業以来、契約件数は、トータルで90万件に至りまして、大変評価をいただいている商品でございます。続きまして2つ目のサービスでございますが、売買安心サポートという商品になります。でこちらのサービスはですね、2012年に販売開始いたしました業界初となります中古住宅向けの保証サービスとなります。現在ですね、国と政府が主導する形で中古住宅流通の活性化ということを推進しておりますが、このサービス売買安心サポートはですね、不動産仲介会社をターゲットとしまして、中古住宅取引に安心をということをコンセプトにしました中古住宅の検査保証サービスとなります。で最初にご紹介いたしました新築向けのですね、住設安心サポートは新築に付帯している設備が対象となりますので、検査等は不要になりますけれども、こちらのサービスはですね、中古住宅の設備建物が対象となりますので、売買契約時に必ずですね、事前の検査が必要になります。で検査で適合した箇所につきまして、故障や不具合が発生した場合、無償で修理交換するといったサービスになります。でこちらですね、不動産の売買契約時のサービスでございまして、売り主、買い主双方にメリットがある仕組みとなっております。で売り主側のメリットとしましては、物件引き渡し後にですね、不具合が発生した場合、売り主責任が発生する場合があるんですけれども、そういった売り主責任を回避することができます。合わせましてですね、物件の販売時にも検査済みであるとか保証付きの高付加価値物件という形でアピールができるという形になります。で買い主側としましても、中古物件購入時の大きな悩みの一つでありました不具合の発生リスクを回避できるということになります。続きまして3つ目のサービスでございますが、こちら住設安心サポートプレミアムというサービスでございます。こちらの商品はですね、2013年に販売開始いたしました。こちらも業界初のサービスでございます。こちらはですね、すでに入居中の住宅オーナーをターゲットとしました、100年の価値をすべての住まいにということをコンセプトにした積み立て型のメンテナンス保証サービスという形になります。このサービスは住宅メーカーと共同で、住宅メーカーが過去に引き渡したオーナーに対して提供するサービスでございまして、で住宅オーナーはですね、毎月一定額の会費をお支払いいただくことで、無料修理サービスと定期点検サービスが受けられ、さらに会費の一部がですね、ポイントとして積み立てられまして、無償修理サービスで対応できないような不具合であるとか、将来のリフォーム資金としてもご活用いただけるような形で、まさに会員制のですね、お家のトータルメンテナンスサービスという形になります。で住宅メーカーからしてもですね、将来のリフォーム需要が確実に囲い込めるということが見込めるということになります。で現在ですね、住宅メーカーは新築の、先細りが見込まれる中、従来の売りっぱなしから過去に引き渡し済みのお客様をいかに収益化するかというところに軸足を置いておりまして、そのような住宅メーカーからの引き合いが非常に強くなっているというような状況でございます。3つのサービスご紹介いただきました。はい、では続いて業績について教えていただけますでしょうか。はい、業績を説明するにあたりまして、まずはその弊社のですね、長期保証契約における、保証料の売上計上方法について簡単にご説明させていただければと思います。弊社のその長期保証契約というのはですね、主に当社の主力サービスであります新築向けの住設安心サポートのことを指すのですが、
この長期保証契約に関するですね、保証料は保証期間に応じて分割計上されるというような会計方法をとっております。で、具体的に申し上げますと、仮にですね、新築オーナーから新築購入時にですね、10年保証料として例えば10万円をいただいた場合ですね、売上としてはですね、こう毎年1万円ずつ10年間にわたって計上されるという形になります。次のページ、はい。で、こちらですね、保証期間に応じて分割計上されました売上ですね、毎期この図のようにですね、こう積み上がってきまして、これがストック売上という形になります。で、短期的にはですね、分割計上されることで、利益が圧迫されるような形になるんですけれども、中長期的に考えますと、こちらのストック売上が積み上がることで、売上と利益を下支えするような形になります。言い方変えますと、売上がこう将来に貯金されるような形になります。はい。で、これを踏まえましてですね、で、私どもの業績の推移でございますが、当社の業績でですね、今申し上げましたように、年々積み上がってきますストック売上に加えまして、既存の取引先からの安定的収益を基本とした、いわゆるその積み上げ型でございまして、結果としてですね、安定性と成長性を併せ持った収益構造となっているのが大きな特徴でございます。で、今期につきましてもですね、第2四半期までも順調でございまして、弊社のですね、事業特性から考えてもですね、今期の目標についても、十分達成できる可能性が高いというふうに自信を持っているという状況でございます。わかりました。この収益構造がかなり特徴的ということではあるんですけれども、はい、その他に強みですとか、はい、特徴について教えていただけますか。はい。当社の強みですね、大きく2つございます。1つ目がですね、お家丸ごとソリューションを提供というところでございまして、住宅メンテナンスサイクルというのですね、この黄色のところでございます。維持管理、補修リペア、交換リフォームという3つのサイクルで構成されておりまして、これがだいたい15年から20年のサイクルでこうぐるぐる回るような形になっております。で、私どもですね、お家のトータルメンテナンスサービスといいますのは、保証サービス、検査補修サービス、電子マネーサービスという3つのソリューションを有機的に組み合わせることで、住宅メンテナンスサイクルのあらゆるフェーズにワンストップで対応できるという、まさにおうち丸ごとソリューションを実現した仕組みとなっております。で、2つ目の、強みということですが、で、当社はですね、このおうちのトータルメンテナンスプラットフォームを、住宅事業者に対して提供しております。で、住宅事業者にとってはアフターサービス領域を強化できるだけでなくですね、リフォーム等の二次省流がの獲得が可能になります。で、当社はですね、この、お家のトータルメンテナンスプラットフォーム自体が利益の源泉となるんですが、住宅事業者はですね、この手間のかかるメンテナンスであるとか消臭税を外注化しつつですね、リフォーム等の大きな工事が獲得できるということになりまして、まさにその住宅事業者と当社はそのウィンウィンの関係が構築できるといった、そんな仕組みでございます。わかりました。では今後についてもお伺いしたいんですけれども、はい、成長戦略はどのようなイメージでしょうか。はい。成長戦略を説明するにあたりまして、まず住宅市場について簡単にご説明させていただければと思います。こちらの三角の、ところがですね、住宅市場という、こちら新築の住宅市場になりまして、はい、で、新築の住宅市場というのはだいたい年間80から100万件の新築が建てられているんですけども、こちらプレイヤーはですね、大手から零細まで、数千社という形で、裾野がとても広くてですね、河川が進んでない構造となっております。で、その中、私どもはですね、大手の事業者、住宅事業者によっては高いシェアを保有しているんですが、ことが大きな特徴となっております。言い方変えますとですね、大手の取引、事業者以外はですね、ほとんど手をつけていないという状況でございまして、加えてですね、この青い部分がいわゆる住宅のストック市場といえるところですね、はい、すでに過去に引き渡し済みのお客様のすでに建っている、住宅のことなんですけども、こちらについては、まだまだ限定的な、サービスにとどまっているという状況でございます。そういったことを踏まえまして、私どもとしましては2つの戦略を立てています。で、短期的にはですね、この三角のところですね、この中で新築市場及び既存住宅流通市場で早期にマーケットシェアを拡大すべくですね、中堅中小の住宅事業者を中心に拡大していこうと思っております。で、2つ目としましては、中長期的にはこちらの青い部分になるんですけども、圧倒的に市場規模の大きいですね、住宅市場向けのサービスを拡充していこうと、そのように考えております。わかりました。
でそういったことを、踏まえて、まあ、中長期的なあの成長のイメージとしてはもうこの、グラフの通りでございまして、短期的には今申し上げましたようにですね、新築市場であるとか、既存住宅流通市場を軸にですね拡散していく。で中長期的にはですね、住宅ストック市場向けのサービスを拡充していくということで、まあ、5年後なんかはですね、どちらかというと消臭剤、まあ、検査点検とか月払いのメンテナンス契約の方が増えていく可能性が高いのかなというふうに考えております。わかりました。御社のようなサービス提供している会社というのがありそうでなさそうな感じがするんですけれども、はい、業界のポジションとしてはどうなんでしょうか。なかなかちょっと、まあ、同じような会社がなくてですね、我々のサービスって、まあ、いわゆるその金融ソリューションと、いわゆるその、まあ、家の中のメンテナンスサービスのこう融合みたいな形で、まあ、いわゆる我々金融とリアルの融合と呼んでるんですけれども、まあ、そのような形のサービスをやってる会社がなかなか世の中ないので、あんまりその競合先っていうのが今あまりないというような状況ですね。はい、わかりました。はい、では最後になるんですけれども、はい、番組を見ている投資家の皆さんに向けて、はい、社長からメッセージをいただけますでしょうか。はい、はい、私たちは、創業以来、住宅のアフターサービス分野におきまして、オンリーワンのサービスにこだわり、常に新しいことに挑戦し続けてまいりました。今後は、100年の価値をすべての住まいにということをコンセプトのもと、保証、検査報酬、電子マネーという3つのサービスを軸にお客様の人生をより豊かにし、広く社会に貢献できるような企業を目指していきたいというふうに思っております。今後とも一層、ご支援のほどよろしくお願いいたします。はい、この時間は日本リビング保証の足立義隆さんにお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。